マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。ひとみ、いよいよね2023年6月突入でございます。突入、6月7日になりました。はい、うん、6月っていうとね、ひとみどんなことをイメージしますか？ジューンブライド。ジューンブライド、6月の花嫁。そう、よく言いますよね。6月結婚される方多いのかもしれないですよね。西洋ではね、なんか6月の花嫁って言いますけど、はい、日本人もそうなんですかね。6月にやっぱ結婚したいっていう人多いですか？そうですね、あ、同級生でも早く結婚したかった6月が多かったかもしれません。なんでなんか6月がいいかっていうのをなんか前に調べたことがあったんですけど、 なぜですか？なんかね、外国もやっぱりなんかフランスとかだと農業が盛んな国ってあるじゃないですか、うんうんうん、春先はいろいろ、まあ田植えはないかもしれないけど、うん、なんかこう忙しいらしいんですよ、うん、農業がね、うんうんうん、なんか結婚するんだったら農作業が一段落した6月にしなさいみたいなことで6月の花嫁と言われたらしいですけどもね。なるほど。日本でも農家の方っていうのは春先はちょっと忙しいじゃないですか、うんうん、田んぼを作られてる方は田植えをしたりとかいろいろあって、まあ、一段落するのが6月ぐらい、うん、畑もそうかもしれませんよね、うん、なのでそのぐらいだったら、まああのお家も労働力としてもう大丈夫だからお嫁に行っていいよとかね、うん、そんな思いもあるのかなとも思うんですけどね。なるほど、それで6月なのですね。かもしれないです。それは諸説いろいろあると思うので、そうですよね、はい、まあ、6月になるとまだいいですけど、もうちょっとすると梅雨ですか？ね、梅雨が私とっても苦手なんです。あの雨の日って低気圧だと頭が痛くなったりとかね。そうですね、なんかちょっと体調悪くなったりもしますし、だからちょっと憂鬱になりますね。精神的にもね、ちょっと雨だとねこうめげがちなんですけど、日本の雨の歌っていうのは割と暗いというか、うん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 、落ち込むような失恋雨なんか暗いみたいな感じがあるんですけど、うんうん、外国の雨の歌って明るかったりしますよね。ラランラランですね。そうですよ、みんなね悲しき山音とかっていう歌も明るい歌ですしね。そうですね、あの一つ考えたんです、雨に歌えばとか、うん、雨やっぱり嫌いで、うん、嫌だ今日出て歩く大変仕事行くの辛いとか思うんですけど、うん、考えました。ひとみんは雨を楽しくする方法を考えました。はい、はい、傘をね、はい、フリルのついた、はいはいはい、可愛らしい傘にしてみたんです。これでも女性はいいかもしれないですけどね、いい年をしたおっさんは恥ずかしいですよね。そうすると小学生に指を刺されて笑われそうですけど、なんかあ、いいなって思ったりとか、あと可愛い長靴とか履くといいかもしれないですね。まあ雨具をなんかね使いたくなるようなものを持ってるっていうのはいいですよね。そう、あ、今日は雨が待ち遠しいみたいな。そうそう、うん、そうするとこう嫌じゃなくなるかなって思ってね。
まあね、どうせ降るわけですから、梅雨時雨がね、雨を楽しまなければいけないし、まあ、止まない雨はないですし、雨が上がれば虹もかかる、はい、ノーレインのレインボーですからね、うん、まあ、雨もまた楽しいということでございます。長野さん、いいこと言いますね。ありがとうございます。ではここでお便りが届いておりますのでご紹介したいと思います。はい、大阪のイケメンカズちゃん、カズちゃんさん、ありがとうございます。カズちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは、ひとみちゃん、お久しぶり。ヤングさん、お久しぶりです。お元気ですか？僕も元気ですよ。ライブ頑張ってますね。応援しています。僕は6月で71歳になります。71歳、しんどいですよ。ひとみんちゃんはとっても元気で頑張っているね。紅白歌合戦へ目指して頑張ってください。僕はずっと応援しています。リクエスト曲、六甲おろしお願いしますということです。いい人ですね。71歳、まだまだ若いですよ。そう、まだまだです。これからです。もう妖怪の年齢といえば赤ちゃんみたいなもんですからね。これからですよ。これからですよ、カズちゃん。ね、ね、でも嬉しいですね。大阪でひとみちゃんを応援してくれてる人がいるというのはね。そう、とってもありがたいです、うん、ね。リクエストは六甲おろしということなんですけど、まあ阪神タイガースの歌ですけど、今年の阪神タイガースはどうですか？はい、あ、優勝すると思います。優勝すると思います。他に球団の応援の方すいません。まあいいですよね、割とね、今年の阪神タイガースはね、なんかいいんじゃないかなと思う。まあ、収録なんで今の阪神の順位はわからないですけども、まあスタートは良かった感じがします。去年に比べるとね。そうですね、去年と比べて今年はどこが良くなってるんですかね、ひとみちゃんね。そうです、やっぱりピッチャーが良くなりましたね。ピッチャーが良くなった、見るところが違いますね。もう野球の解説者みたいな感じですよね。ピッチャーってどういうあの場所にいる人だか分かってます、ひとみ。そうです、ボールをです、ね、投げる人です。ボールを投げる人です。はい、バッターに向かって投げる、バッターに、そうですよね、審判に向かって投げちゃったら大変ですからね。役目をなさってますね。うん、それが去年よりも良くなったということ で、 そうです、ね。まあ、この間ひとみちゃん野球も見に行ってましたね。はい、はい、見に行きました。どこの試合見に行ったんですか？あ、それは内緒ということで、ね。そうですね、はい、ちょっと裏切るかも。まあ、阪神タイガースじゃない試合見に行ったんですね。いけません。はい、でも野球そのもの見てるといいですよ ね、 ね、そう、楽しいです、やっぱりね。春先はちょっとナイターとかも肌寒い感じがしたんですけど、これから、まあ、7月とか8月とかは昼間暑いですからね。夜なんか涼みながら見る野球っていうのはいいんじゃないですかね。うん、とてもいいと思います。ね、ね、どこかの野球場でひとみんがひょっとしたら、お、あのピッチャーいいねとか言いながら見てるかもしれない。ね、うん、楽しみです。まあ、完成、はい、はい、まあ梅雨時なんだよね。まあ普通の屋根のない野球場だと中止になっちゃったりしますよね、雨が降るとね。でもドーム球場は雨でも見れますんで、東京ドームとかね、はい、見れます。気象予報士を目指している江中ひとみさん、はい、毎年お聞きするんですけど、はい、今年の梅雨なんですけどもね、はい、どうでしょう、雨は多いんでしょうか、それとも空梅雨でしょうか？多いんです。例年よりも雨が多いそうでございます。なので皆さんね、雨具をいつも持ち歩きながらフリルのついた傘を持ちましょう。うん、なんかね、ひとみちゃんの話を聞いてたら、なんか可愛らしい傘を買いに行きたくなりましたね。そうですね、男性の方でもいいんではないでしょうか。フリルはちょっとな。じゃあそうですね、何がいいかな。男性が持っておしゃれな傘ってどういう感じなんですかね。そうですね、なんだろう、うーん、おしゃれな男性が持っておしゃれな傘って何でしょう。あんまり傘、ミラー仕上げの傘とかないですよね。うん、ああいうのみんなが持ってるといいような気がするし、あとは傘そのものがソーラーパネルになってるとかね。あ、そうすると日傘の時なんかはその太陽光がなんかこう充電して。思い出した、いい考えがあります。はいはいはい、ですね、皆さんがこう買ったその傘にですね、傘に、はい、紐を通します。紐を通す、何ですか、こう一番真ん中のなんて言えばいいんですかね、とんがったところ、とんがったところに、はい、そしてボールをつけます。うん、ボール、ボール、野球のボール、はい、何のボールがいいかな。柔らかいやつ、おもちゃ屋さんで売ってる柔らかいボール、うんうん、ね、そして雨の日にパッと開けて、うん、ボール回し、
いいですね。そうすると雨の日も楽しいんじゃないんでしょうか。楽しい。だボールでちょっと飽きてきたら、あの一升マスとかね、土瓶とか、そうですね、いろんなものを回してみて、あ、今日はあの人こんなの回してるとかね、いつもより多めに回してみましょうとか、そういう感じで楽しいかもしれないです。楽しくなります、雨の日は。はい、はい、いいこと考えるな。そうしましょう。あ、長いこと番組やってますけど一番いい話でしたね今日はね。ありがとうございます。はい、じゃあ恒例でございます、ここでひとみんから皆様へなぞなぞの挑戦状です。今日のなぞなぞお願いします。はい、名探偵が大好きなラベルって何、うん、名探偵が大好きなラベルは何でしょう。ラベルですか。ラベル、ラベル。はい、考えていただきたいと思います。はい、じゃあ、ひとみちゃんの曲をお届けしたいと思います。はい、今大ヒット中でございます。はい、ひとみのソーラン節、やったー、どうぞ。そうそう、元気のいい歌です ね、この歌大好きです。どこいしょ、だからあの応援してくださるファンの方もですね、うちを持ってどこいしょどこいしょってやってくれるんです。嬉しいですよね。はい、はい、ひとみのソーラン節を聞きながら、はい、ひとみの謎謎を一生懸命考えている下田ディレクターでございます。はい、今日は表情が冴えません。ここのとこね割と正解されてましたけど、今日はひとみちゃん勝てるかもしれないですよ。そっか、はい、はい、
名探偵が大好きなラベルは何でしょう。はい、じゃあディレクター答えをどうぞ。今日は沈黙ですね。見逃し三振って感じでしたね。はい、ひとみんの勝ちでございます。じゃあ 回答じゃお願いいたします。はい、調べる、調べる、調べるです。名探偵はね、いろんな証拠とかを調べて犯人にたどり着くわけですよね。そうですね、うん、勘じゃないんですね、名探偵が言ってるのね。ね、うん、調べる、調べる、はい、はいはい。じゃあそんな名探偵好きの方に、リスナーの方へのプレゼント、今日は島田総司全集の第8巻を5名の方にプレゼントします、はい、そして、はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。はい、じゃあ応募のメールアドレスお願いします。はい、 mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメールください。お待ちしております。お待ちしております。はい、では江中ひとみと肩ロース。毎回毎回素晴らしいアカデミックなテーマでね、お話をしていただいております。今日の肩ロースのテーマは江中先生何でしょう。やっぱりこれはですね、うん、メンタルのことなのですが、はい、あのひとみちゃんが大好きなメンタルに今日は行きますね。こう傷つきやすい人について、はい、うん、傷つきやすい人について語ってくれるわけですね。そうです、そうです、はい、そうです。はい、いろいろいるかと思います。傷つきやすい方もね、自分では気がつかないけど傷つきやすい体質を持ってるという方もいると思うんですけど、はい、こういう方を傷つかないようにする方法ですか、今日。そうなんです、はい、そうなんです。やっぱりこう何ですかね、いろんな自分の悪口とか聞く時もあると思うし、はい、誹謗中傷を受けることもあるかと思うんですけど、うん、特にそのやはり何ですかね、芸能人さんとかやっぱり表に出る方は言われがちというかあると思うんです。あと会社でもね、あることないこと言われたりとか、まあ、やっかみとかもあるかもしれないですから ね、あると思うんですけど、やっぱりですね、なんて言ったって一番大事なのは、うん、あの受け止めずに流すことですかね。あまりなんか気に食わないようなことを言われた場合は真に受けないというか、受け取らないというか、うん、ね、お釈迦様の気持ちでいた方がいいかもしれないですね。さあ、お釈迦様の気持ち、どういうこれは気持ちなんですか。あ、例えばなんかこう理不尽なこと、うん、やってもいないことを言われたりとか、はい、全然違うことをネットで言われたりしても、うん、あの、ああ何これみたいな、うんうん、あのどんどん自分じゃないもう一人の自分みたいなものをこう脇に置いといて、そうです、そうです、あの言わせておけばいいかな、うん、みたいな、うんうんうん、でね、やっぱりこうそういうふうに言われる人っていうのは魅力的なんですね。こうなんか、なんだろう、魅力のない人には誰もそういう見向きもしないし関心もないわけなんです。持たないわけですね。だけどなんかやっぱり目立ったりとか、うん、人気があったりとか、こう表に出ちゃうと羨ましいと思われてるんですね、きっとね。っていうのはやっぱりこうどっか注目されるんですよね、うん、そうするとやっぱりその目だな、どうでもいい人のことは言わないので、本当にあの気にしないってことですかね、まあ、ひとみちゃんはねもう人気者ですから、人気ないんですよ、やっかみも受けやすい立場なので、全然そういうことも多いかと思うんですけど、全然人気ないんですけど、そうやって乗り越えてるわけですね。ね、やっぱり傷つきやすい人っていうのは敏感だったりとか内向的な性格の人とか多いんですね。でも自分が傷つきやすいっていうことは、うん、まあ、それだけ繊細だったりとか、どうしたら傷つくっていうことがやっぱり分かるわけじゃないですか、うんうん、だから周りの人に対してその傷つかないようにするような工夫とか、うん、まあ、そういう気配りっていうのは、うんうん、まあ、すごくあるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり自分も結構言われてきたので、なんかこうそういう人たちの気持ちが分かるというか、もし例えばブスって言われたら、あら誰のことかしらみたいないいと思うんですよね。あとこの人頭悪いのかしらって言われたら、はい、あら
ご自分こそみたいな。なるほどなるほど、はい、なんかこう他人事のように感じると怒らなくなるかもしれないですね、うん、向きになって反感を持ったりとか落ち込んだりすることなく、そうです、上手に上手にね、ひらひらと交わしながら、そうそう、ユーモアですね、それも一緒ね、ユーモア大事です、うん、ね、全てを笑いに、そういう気持ちがいいかもしれないですね。そうですね。あとこう人によってはやっぱりこう天下人というか人の上に立ちたくてしょうがない人っているんですよね。うん、うん、うん、こう目立ちたいとか、うん、こうちっちゃなことでも大きな問題に変えて、うん、こう威張ってみたい人っていう方も多分いるかもしれないんですけど、まあ些細なことをね、なんかさも立派なように言いたがるような方もいらっしゃるかもしれないですけど、だからちっちゃなことがバーンと大きくなったりとか、はいはいはい、結構皆さんも多分経験されてると思うんですけれども、うん、そういう人に対しての対処法です、うんうん、あの向きになってね、こうカーッとなってその人に、ね、そういうどうかなって言っちゃやっぱりダメなんですね。BGM がね、ラブジャパンが流れておりますので、はい、ラブジャパンに乗せて、さらに江中ひとみの語りは熱く続きます。そういう人がいましたらですね、言わせてあげてください。でもやっぱりその気持ちよく言わせてあげるっていうのも大事なんじゃないですかね。もうネズミ捕りの名人ひとみちゃんはね、私が捕まえたネズミはこんなに大きいんだとかね、よく言いますけど、ネズミがチューとか言うぐらいそんなに大きくないみたいな。で、やっぱりこう、威張ってる人のことは周りはよくご存知ですので、こういう人だって、うん、だから、あ、始まったなぐらいな感じで見て、あとこうどうしても言わなきゃいけないときはやんわりとね、あ、とてもいいよ、お考えでございますね、あ、でも私はこのようにすればさらにいいかなと思いますみたいな感じですが、相手を立てて自分の意見を言ったら喧嘩にならないのではないかなと。毎回毎回カタロースのテーマというのは素晴らしく、なんか胸にしみる素晴らしいテーマについて語っていただくんですよね。僕らが社会生活していく上において、やっぱりこう全てが、ね、好ましい人間関係ばっかりじゃないじゃないですか。いろいろな人の中にあって、時にこう塞ぎ込んだりとか悩んだりとか出口が見えないようなこともあるんですけど、ひとみちゃんのように考えることによって、うん、全ての人とうまくやっていくことができるし、いろんな、まあ、対策方法があるということで、うん、まあ、正面から受け止めるだけじゃなくて、時には逃げたりとか、溶けてかわしたりとか、いろんな方法があるということが教えられます ね。あとどうしても我慢できない時って人間だからあるでしょ、うん、そうするときは私は携帯のメモ帳を使うんです。携帯のメモ帳、はい、そこにこう頭に来たじゃーみたいな、こうわーっとか、もうその怒りをそこにぶつけちゃう。何かそういう怒りをぶつけるところを用意しておけばいいんですね。冷蔵庫を開けて冷蔵庫の中にあのバカ野郎とか、ね、お前のがぶつじゃないかとか、そういう風に叫ぶわけですよね。で冷蔵庫をバタンとこう閉めて、そんな感じです。私は携帯に書いて、次の日開けた時に、ね、中からバーッと言葉が出てきちゃったりするとびっくりしちゃいますけど、携帯にメモ帳に書いて、うん、であとあのすぐ消します。そうすると、そうすると、あ、ここで私の気持ちが収まったって思うんです。一回書いて、 そう、そして消してリセットっていう感じですね。そうです、そうです。皆さんお試しくださいませ。いい話じゃないですか。さあ、エンディングのテーマが流れてきました、はい、アクエリアス鏡の中の私、ひとみちゃんがとても歌いやすいというこの間ね、すごい実力派シンガーのキークレオさんという女性の方が、ひとみちゃんの歌でこれが一番好きだって言ってましたね。嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ、ここでひとみん情報でございます。はい、はい、日付が変わったあと5分ぐらいで変わると6月8日、はい、さよならに魔法をかけてバラードクラシックバージョンが配信開始です。すごくいい曲なので聴いてくださいね。はい、レッツダウンロード、はい、そして6月の10日、はい、はい、こちら夕方の5時から、林校監督の、ひとみちゃんが出ました鬼退治訓練校、はい、こちらの上映会とひとみ歌謡ショーが行われます。池袋劇場です。ぜひ皆さんいらしてください。楽しいですよ。はい、はい、では、日付がもうじき変わります。6月の8日の花と宝石を、じゃあひとみちゃんお願いします。はい、お花はジャスミン、ジャスミンダイアリーのジャスミン、はい、はい、お石はムーンストーン、はい、ムーンストーン、月の石ですか。はい、そうですね、黄色いお石で、黄色いの、はい、黄色いです。はい、そしてこの日にお生まれになった方の性格でございます。大変な努力家、自分の目標を決めてゴールに向けて突っ走る、自分の欠けていることに気づき苦労して克服する人、力強く人生を送れる方です。
ごい6月4日ぐらい努力家なんですね。努力家、心からリスペクトいたします。リスペクトいたします。はい、じゃあ6月も皆さんどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではマイラキッチャーも来週まで、はい、See you。